えー、皆様こんばんは2021年5月の21日ボギーチャンネル私夫妻の、えー、ボギーテレコンでございますまあ南の島沖縄あまりにも暑くて暑くて、えー、今夜はですねあまりにも暑いんであのキンキンに冷やしたノンアルコールビールを 飲みなながらの放送となります、えー、皆様のところはいかがでございましょうか。まあ、今日のね、沖縄、朝からずっと曇り空なんですが、雨は降らずにね、熱、えー、い空気ばっかりが吹きつけるという本当に蒸し暑い一日でございまして、私の方もかなりげんなりで、えー、ございました。まあ、我が秘書もね、今日は 三度、粗相いたしまして、そのたんびに私、汗をかきながら、お片付けをしているような状態でございます。さて、南の島、沖縄、とうとう、はい、政府の方が、緊急事態宣言を、まあ、発令ということになりまして、え、5月の23日から6月の20日までということで、まあ、来月、ね、沖縄の方に、え、この、チランの、 まあ、検証会の方々が、えー、研修に来る予定だったんですけどこれ多分中止になるんじゃないかなというふうにね私思っておりますさて、えー、今夜もお忙しい中来ていただいているメンバー塩サバさん森の都さんこんばんはハチさんどうも今日もニラありがとうございます コウスケさん、ミツキさん、こんばんワンコ、それからコレキュアとスメラギヤサカさん、コウスケさんからはニラでございます。えボギー中佐からは、今夜は23時から YouTube プレミア公開ということでございまして、ワンの海の方は明日の土曜日公開ということで、またこの方もご覧になっていただければ嬉しいかなと思います。はい、それが江戸前あさり小僧さんと中佐、それから徳川さん、 から連発でニラがが降ってまままいいりりしたありがとうございます中佐の方からはね、ノンアルビールどころではない、シマらっきょうスムージー。AP2 さんもね、シマらっきょうスムージーいただいております。目玉焼さん、どうも、こんばんは、ワンコでございます。ラプテンさんの方からは、東京都や大阪府も、緊急事態宣言解除延長ということになります。はい、アワビさん、シャープな音質、マスクが変わったですかということで、音いいですか、やっぱり。 どううなんでしょうか今日実はマイク変えてあります、はい、マイクを、ね、変えま,した今までね、今までのワイマイクも悪くないと思うんですけど、あの試しにっていうことで新しいものつけてみたら、かなり音質の方が良くなったんでしょうかね。はい。まあ皆さんがよく聞こえるっていうんだったら多分大丈夫かなと思いますけど、自分ではちょっと聞こえないもんでね、後でまたゆっくり録画の方でも聞いてみようかな。 と思っておりますはい、これ今日あと、スメラギや坂さんからリラックマ塩サバさんからは、えー、島らっきょスムージーでございます。まあ、沖縄、はい、緊急事態宣言発令になりますけど、何も変わらない。多分、沖縄県はね、国があの緊急事態宣言の 適応地域にしたんだ、から、多分国が、ね、いろいろやるんじゃないのというふうに思っているかもしれないんですけど本来であれば沖縄県がね、やっぱり普段から自己決定権なんて抜かしているわけですから国にね、いちいちそういった緊急事態宣言をお願いするんじゃなくて2月のように県独自の緊急事態宣言というのをやってもよかったんじゃないかという,ふうに思います。しかし、か緊急事態宣言や とととしててももやってることはね普段と何にも変わりませんいわゆる民間に対して自粛、ね、とにかく自粛、自粛、自粛のね、オンパレードをね、あのお願いをするということでございまして、まあ、飲食店に対してはね、飲食店に対してはいわゆるあの時短ではなくて休業要請ができるようになるくらいで、大した変化はありません。 ですから、まあ、緊急事態宣言も、えー、まん延と、ねあのー、防止の、まあ、処置もですね、はい、まん延防止等重点処置の、まあ、指定も、結局私は何かやってるんだぞと、ね、何もしてないわけではないということを、ね、あの国民やっぱり県民にアピールするための私はこれは、ね、ただのアドバルーンじゃないかというふうに 思っていいますよはいまあ、ビーマーさんが手厳しいですねえ。民間には自粛。知事はバーベキューの沖縄ということでございましてね。まあ、本来であれば知事が率先してね、いろいろきちんとやっぱりやるべきなんですよ。ところがね、まあ、県民に対しては自粛してくださいと。バーベキューも外でやったらうつりますから、できれば自粛をと。 また、不要不急の外出や緊急事態宣言出ているところには行かないでねというふうにおっしゃっている知事なんですがまあ県のトップがまずらを律することなくまあ県民の自粛に甘えたせ対策、政策ですねまあこれでやったところで今、トップがあんな状況じゃねまあ自粛への意欲を失った沖縄県民。 には、もう完全に無策はい、無意味でしかないということでございます。ハチさんありがとうございます。このバッグちょっと作ってみたんですけど、どうでございますか別に私、玉木デニー知事のことを言ってるわけではないですよ。ね。あの、黒に、グレーの BBQ っていうね。これバーベキューじゃないですよ。BBQ ですからね。BBQ。はい。 ついつい出来心で作ってしまったバッグなんですけどいかがですか皆さんなんか涼しげじゃないですかねまあ本当に県のトップが自らを律することなく県民の自粛に甘えた対策は自粛への意欲を失った県民にとって無策でしかないということでございまして <laughs> もう 新まさん嬉しいですね。はい。思いつきでパッパッパッと作ってみたんですけど、いかがですかなかなかモノトーンでいいんじゃないかと私思ったんですけど、ちなみにバーベキューじゃございませんからね。BBQ ですからね。BBQ。はい。ね。あの Q とかじゃなくて BBQ ですからね。はい。バーベキューじゃございませんので、<laughs> メロリン Q。<laughs> メロリン Q ですか。 いやあ、これはすごいですね。水曜チラチラ作戦さん。いや、本当に参りました。はい。まあ、でもね、あの、いつもスマホをいじってるあの方に比べると、私のこういったの作る、はい、腕前、まだまだ追いつけません。彼、いろんなもの作りますからね、伊達に四六時中、スマホからね、一時も手が離れない人とは、やっぱり私、違うんでね。 あ、チャンネルボギーさんからも、島田京スムージーに、新玉さんからは、ニラの束がどされて落ちてまいりました。ありがとうございます。ざっくり切って、えー、餃子の中に入れてみたいと思います。まあでも本当にね、トップがあんな状況じゃ、本当に民間やる気なし。まあ、特にこの沖縄県、あの、今からが本当稼ぎ時なんですよ。まあ、冬もね、確かに酒飲む人多いんですけど、やっぱり沖縄って夜が長いじゃないですか。 ねまあ夜のね暗い時間は確かに短いんですけど私の言ってる夜が長いというのは夜の街の空いてる時間がどこよりも長いということでございまして、まあ、本土であればね終電がねあのー、行っちゃう頃には店はみんな閉まってたりするんですけど沖縄って鉄道ないしタクシー24時間だしね 夜の街っていうのは朝方までずっと賑わっているんですよ。まあそれがね、沖縄に来た人たちにとってはまた楽しい一面でもあるんですが、今、県のね、えー、いわゆる、はい、えー、まん延防止等重点処置の指定になった11の市、そしてね、えー、村、市町村の方では、もう8時以降、 開けると、まあ、いわゆる時短奨励金がもらえないということで閉めてしまっている店が非常に多い、非常に多いです。ところが、中にはこんなの守ってたら生きていけないということでね、あの開けている店もやっぱりあるわけです。そういったお店はかなり儲かっているようですよ。あのビーマーさんから、辻、松山は全滅とあるんですけど、実は開いているお店あります。はい 空いてるお店あります。えー、昨日の夜ね、ちょっと、ちらっと見てきましたけど、松山の路上にはね、相変わらずキャッチの若者たちがたむろしそしてネオンのついてるお店がね、やっぱり見受けられました。まあ何も松山のみならず、えー、辻、それからね、えー、若さ、それから、ね、いろんなとこありますけど、いやー、本当に、 みんなね、苦しい中、時短を守って奨励金もらうか、それともやっぱりね、そんなもん当てにせずに、自分でね、店開けて、県と喧嘩する覚悟でね、稼ぐかっていうことになるんですけど、やっぱり開いてる店は儲かってるようでございましてね。はい、新玉さんが全部開けりゃ分散するのにっていうことなんですけど、まあ、先日、まあ、きちんとね、感染対策捉えてない飲食店で、えー クラスターも出ておりますしあのきちんとやっぱりね感染対策は取っていただいた方がいいんじゃないかというふうに思います。あカーターさん、それそれそれ、モグの飲み屋が実はあります。これね、キャッチの方が案内するらしいんですけど、まあ、詳しい場所はね、ちょっとはい、えー、お話できませんけど、いわゆる表向きは閉まってるんですけど、中は開いているお店がね、結構 あります。まあそういったお店には、まあキャッチの方がね、連れて行くということでございまして、非常に、はい、なかなか、県の方も把握はできていないと思いますよ。まあ県のね、把握では150ぐらいの店が開いてるなんて言ってるんですけど、いや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 、それの多分、10倍ぐらいあるんじゃないですか。 私そう思いますよそして昼間ね夜早く閉まるんだったら昼間からということで、えー、特に週末、はいえー、土曜日とか日曜日昼間から空いてねカラオケの声が外に聞こえる、えー、お店も結構ありますし、まあ、生き残りをかけてそして時短奨励金ももらえるようなね営業形態の中で何ができるかっていうところをやっぱり業者の方々は一生懸命考えてる。 ね、親方日の丸、休んでも給料あるような、ねえー、政治家とか、ね、公務員の方とやっぱり違うわけですから生き残るためには何かやっぱりやらないといけないというふうにみんなみんな頑張っているんですよね。さて、これ、これはね、東京の方ではい、あるお店が出している張り紙なんですけどね。もう限界かもしれません。 小池百合子都知事の休業命令により営業していませんでしたが5月20日より営業いたします3月からの国からの協力金ももらえずお恥ずかしい話ですが売るものもなくなりこのままではお店も1ヶ月持ちませんもう限界です皆様お客様どうかお助けください美味しく一生懸命作ります つ国を助けてくださいお願いいたしますということでございましてカータンさんがね補助金は県より企業へこういったお店へというふうに私も思いますよいやー本当にねこれ見た時に私ねもう行政がいかにねやっぱり民間の立場に立って いいいないお役所仕事ししててるかかっていうのがよく分かりました何もこれ東京ばっかりじゃなくて沖縄でもそうなんですよね。まあこの去年の時短奨励金まだもらってないとこもあるっていうことなんですけどもうすぐ6月ですよ。ね。役所はね別にしま,しまろうがなんだろうがね給料あるし痛くもかゆくもないはずなんですよ。 ところが民間というのはね、入ってくるものが入ってこなければ、もう吐き出すしかないんです。去年もね、こういったあの、チャイナウイルス蔓延期に厳しい中、借り入れをしてどうにか、あの、食い繋いできた会社がいっぱいありますよ。ね、そんな中で、えー、お約束したね、こういった時短奨励金がきちんと払えないと。 本当だったらもう申請した翌月ぐらいにきちんと入れたらいいのに、もう半年ぐらい経っても入らない。その間じゃ民間どうするのっていうことなんですよね。ですからこの、はい、えー、勝国というお店のね、オーナーはもう限界かもしれないと。そういった中でね、あの、お恥ずかしい話ですが、売るものも、 ね、かっこ私物なくなり、このままでは、あの、お店も1ヶ月持ちません。もう限界ですと。皆様、お客様、どうかお助けください。おいしく一生懸命作ります。勝国を助けてください。ね。まあ、こういうふうにね、一生懸命、ね、国や都や、ね、県の言うことを守って、 歯を食いしばってる人たちがね、こんなも悲しい思いをして、逆にどこぞの新聞社のね、社員みたいな方がね、あの、自営業でもないのに、濡れ手に泡でね、お金を手にしているような、ね、こんな状況ってなんかおかしくないですか本当に必要な方々にね、あの、届かず、 それを悪用する人たちがね、美味しい思いをするっていう今の状況、私はこれやっぱりまずいと思いますよ。まあ、実際この沖縄でもね、払われてないとこいっぱいあるようでございます。まあ、反面あの、閉めることによってね、バブルと、はい、コロナバブルと呼んで、本当に毎日ね、あのショートコース概要をしている飲食店のオーナーもいます。だって、 店閉めてね。はい。寝ていても1日に4万円入るわけですから。家賃なんかね。あの、家賃とか、まあ、もろもろ入れても、まあ、いの方だったら多分12万ぐらいじゃないですか。12万ぐらい。としたら、ね。3日間、日間でこの店の家賃と光熱費払えちゃうんです。その残りはそのまんま収入っていうふうにね。 なってしまうもんですからまさにコロナバブル。ま、あこのぐらいもう少し続いてほしいとね、思ってる人たちもいるということで、まあ、私からしたらちょっと不謹慎だなというふうに思うんですが、まあ、今の国、県のね、支援の対象っていうのは飲食店だけになっていて、まあ、その他の人たちはもう完全に置き去りということで、まあ、タクシーは最近からね、えー、県の方が対策打ちました。 一台あたり、はい、一台あたりですね、4万円。一、はい、台あたり4万円のね、補助を出しますということなんですけど、ね、夜店が閉まって売り上げが全くね、なくなるタクシー業界にとって、一台につき4万円もらったところで、焼、ま、け、あ、石のね、水ということで、本当にないよか、マシだなっていうぐらいになるんですが、 やはりこういうふうに我慢を強いるんであれば、そのね、はけ口、そしてこの生活保障っていうのはきちんとやっぱり考えるっていうのは大事だと思います。まあ、それをね、何でもかんでも国におんぶに抱っこではなく、普段から自己決定権とか琉球独立とかね、沖縄は自分たちだけでもやっていけるんだって言ってるんだったら、こういうね、はい、こういうね、緊急事態にこそ、 それをね、やっぱり実践すべきじゃないですか、ね。困った時にはね、困った時には国にね、お願い、お願いと言いながら、ね、困ってない時は国の言うことを聞かずに、自分たちのわがままを聞いてもらえなければ、差別だと言って大騒ぎをする今の沖縄県政。本当にね、私、恥ずかしいですよ。森の都さん。 出すものは出さずに、やめろ自粛だけでは政治や行政は信用されません。まさにその通り。目玉役さん、何のために納税してるのか首をかしげる場面が多いですね。ということでございましてね。あ、かもめさんどうも、しまらっきょうスムージーありがとうございます。ごくりと飲んで鼻からしまらっきょうの匂いをね、出してみたいと思います。そういえば今日、私、 昼間ね島を食べましたよたっぷりね、薄塩で、あのー、ね、ちょっと、しめたシマらっきょうに、鰹節をかけて、醤油をちょこんと垂らして、ポリ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 食べましたけど、いやー、もうね、口の中、息がもうしまらっきょうということでございまして、まあ、本当に好きな方は生でもバリバリいけますけど、皆さんには、 天ぷらがいいかな、なんてね、思ってますけど、やっぱり食べたせいか今日は絶好調でございますよ。やっぱり島らっきょうとか、島にんにくとかいいですよね。まあでもこのようにね、えー、真面目にやってる人たちが辛い思いをし、そしてね、その抜け道を知っている連中が、まあ、美味しい思いをするっていうのは一体どうなんでしょうか。 まあ特にね、どこぞの新聞社あたりはもう首にしたから知らないっていう顔してますけど、ねえ、社内でもそういった募集かけてたっていうし、そういったところもう少し社会役についてガンガンやればいいのに、今ね、やってることっていうとまた、えー、前の官房長官がどうたらこうたらこんなことばっかりね、大騒ぎしてます。今それをね、言う場合でもないと思いますし、まあこのね、えー 前の官房長官おっしゃるように、沖縄独自にできることあるんじゃねえのっていうのは、これ当然なんです。私たち、普段からそれ言ってますよ。そういったことをしないでね、あの困ったときには国頼み、ね、そして国がお願いするのはみんな跳ねつけるという、本当にね、はしたない、そんなことをね、やるっていうのは、どんなもんじゃないですか。さん言うの本当にね反社会的 組織と言ってもね、はい、私は差し支えないと思います。あ、目玉役さん、細田さんでしたね。ありがとうございます。教えていただきまして。まあ、細田さんがおっしゃったことは、私は別にね、そんなに気にすることではないと思ってますけど、多分近いうちに、県議会で抗議決議、はい、県議会でね、えー、抗議決議多分やると思いますよ。バカバカしい、本当に。 もうねこんなことばっかりですよ、そして、えー、このね、オール沖縄の選出国会議員の先生方、この細田さんの発言に対して、差別だと騒いでます、国会議員になってね、できることが差別だと言ってね、文句つけることしかできないんですか、まあ、玉城デニー知事もね、予算をね、えー、おねだりしに行ったときに、えー、オール沖縄選出の議員さんのところに行ってませんよね。はい 与党の自民党の先生方のとこ言ってますよ。これが現実。だから沖縄県民もっともっともっとね、やっぱり政治に目覚めてほしいんですよ。ね、ジュゴンとかサンゴとかね、基地とかオスプレイ反対とか、いいこと言ってるって言って選んだ人たちってみんな基地しかやらないわけですから。そうじゃなくて、現実に玉木デニー知事がお願いをしに行った人たちがどんな人たちなのか、なぜ あの、オール沖縄のね、国会議員の方々にね、行かなかったのか。それ考えたらね、どんな人たちを政治家として選べばいいのかっていうのはやっぱり見えてくると思うんですが、やはり沖縄では情報がね、えー、左翼にやっぱり、 握られてますんで。まあそういったところのプロパガンダね、本当にうまくやられております。え今回もね、えー、県や玉木デニー知事の無策をごまかすために、あの、細田さんのことをね、大げさに騒ぎ立て、多分一週間ぐらい騒ぐと思います。はい。そしてね、感染者数が増えたら国の無策のせいだと、また国のせいにし、えー、観光客がね、国が 緊急事態宣言を発令したから観光客は来なくなったから、観光業界に国は保障すべきだとか、もうまるでね、どこぞのね、南の半島の国のようなことを近いうちに言い出すと私はね、思っていますが、まあそういった恥ずかしい知事がいれば、沖縄県民みんなそういうふうに見られてしまうのは私嫌なんで、やっぱりね、いろんな人たちが、ボギーさんが言えば言うほど沖縄の人ね、ちょっと嫌われますよとか、 ね。沖縄の恥をさらしてることになりますよなんていう声もいただきますけど、じゃあ黙ってりゃいいのかっていうことになるんです。やっぱりそこで起きてることをありのままにね、全国の方々に知らせること、そしてそれをね、全国の方々がどう思うかということをね、やはり沖縄県民に見てもらうっていうのはとっても大事だと思いますんで、ね。これからも、はい。 恐れずにガチガチ言わしていただきたいと思っております。はい。ということで、今夜のボギーチャンネル、あっという間に時間が来てしまいました。えっ、ー、と、音声の方、今日はバッチリだったんですかね。はい。ちょっと電波がね、今日弱いんですけど、セットアップちょっと失敗しましてね。音声がまあいいっていうことで、ちょっとホッとしております。多分ね、このパソコンの CPU の方もね、多分、 いいんだと思いますよ。はい。CPU と多分ハードディスクの方もね、滑らかに動くようになってるんじゃないかと思いますが、こんな調子でまたいいね、音声でお届けできればいいかなと思っております。まあ、近いうちにまたね、あのー、どっか出かけて、そこから、えー、きちんとね、 え、映像で今度お届けできればなと思ってますんで、またお出かけしながら皆様に今の沖縄をね、お伝えできればと思っております。ということで、今夜の放送、これにて終了させていただきます。では皆様、明日も同じ時間帯からお会いしたいと思います。ありがとうございました。